俺らのなんか、ボケとツッコミが流れてます。そうですね、ずっと笑いダサ笑いですね、ダセ、ダッサいな、しかも違う作品が想起されるそうだよね、やめなさい、そうなんだよね、まあまあまあ、でもいいよね、うん、いい、まあでもあのね、2人の多分ね、同じ時間が流れてるような気もするんですよ。確かにね、あんませかせかしてないっていうか、確かにね、ゆったり流れてるような気もしますし、ゆったりじっくり流れてる感じ、そうだね、うん、確かに。いや俺一個あるな、本当、あの、いやこれ使えるか分かんない、いいよ、何でもいいよ、いやなんかあの、なんか稽古場で、はい、あのみんなが思ってたけど、うん、まあこれもうしょうがねえか、もうこのまま突っ切ろうかって思った瞬間に翼くんが全体のその連絡できるあれで、みんなどう思ってるっていきなり ね稽古ほんと最終日前の日ぐらいに送ったのが、俺はもう、いや翼くんありがとうだし、いや翼くんいいなっていうあれがね、こう結構ね、こうなんだろう、ざっくりしかこうお伝えはできないんですけど、そうだね、あれで俺は相当好きになったの、翼くんのことを。稽古終わり間際だった、終わり間際だったけど、みんなが言うか言わないか迷ってて、翼くんがその歌詞を切ってくれたのすごい助かりましたね。いやそうね、危険さを全く感じない、うん、っていうか、うん、なので柔らかい感じのタイプなんで、面白さはね、もうやっぱりね、関西人ですから、ね、リンリンですか、薄い、ずっと薄いの、俺のエピソードずっと薄い、たこ焼きだったですからね。いやでも本当にあの、まあ、違う作品でね、ご一緒した時に、うん、もう多分何人いようと一人でツッコミできるんですよ。だからそれがすごいなと思って、5人ボケがいようと10人ボケがいようと全部一人でね、こう回せちゃう。いやいや楽しいメンバーでしたからね、あれね。そうだから、それがすごいなと思いましたね。だからすごい楽です、僕基本的に、あの何ていうんですかね、ツッコミの人に任せたボケをしたりするんで、それを全部拾ってくれるんで、すごい嬉しいなって思ってます。やっぱり僕らの中にボケとツッコミが流れてました、流れてます、 , 笑いが流れてます、出さへんよ。